いわき山、神社いわき山の神社は、青森県弘前市百沢のいわき山の南東麓に、ある神社、別称、おいわき様、お山、奥日光。旧社格は、国平商社で、月国一の宮とされる。昔から、農漁業,業の守護神として、津軽の開拓の神として、地元の人々のそれへの沈まるところとして、親しまれてきた。なお、神社の参道は、 いわきさんの登山道の一つとなっていることでも知られており、この神社の奥の宮は、いわきさんの山頂付近にある。社殿は、神仏集合の時代の名残をとどめ、鎌倉時代以後の密教寺院の構造が見られる中に、桃山時代の様式を思わせる色とりどりの絵養彫刻が見られ、そうした外観が、日光の東照宮を思わせるとして、奥日光と呼ばれるに至った。以上をまとめて、 いわき山大臣と称する。創建については、諸説があるが、最も古い説では、後期11年、いわきの山頂に社殿を造営したのが起源とされる。延暦19年、いわき山大臣の加護によって、東北平定を成し得たとして、坂の上の田村麻呂が山頂に社殿を再建し、その後、徳市内地区に下絵宮が建立され、山頂の社は奥宮とされた。 また、田村マロは、父の借りたマロも合詞したとされる。漢字5年、神千により、下巨宮を、し品い地区から、岩木山東南緑の百沢地区に遷座し、百沢寺と称したのが、現在の岩木山の神社となっている。岩木山の山頂に、阿弥陀、薬師、観音の三つの道があり、新言衆百沢寺岩木山山所大言言と称して、 付近の地頭や領主らに広く信仰された。天正17年、岩木山の噴火により、当時の百沢寺は全焼することとなり、以後、再建が進められることとなった。江戸時代には、津軽藩の総鎮守とされ、津軽ため信、新巻、新義信正らの寄進により社殿等の造営が進んだ。特に、新義信政の時に、現在の拝殿や本殿が再建された。 明治の神仏分離により寺院を廃止、津軽宗鎮樹、岩木山の神社とされ、明治六年国平商社に列格された。現存する社殿や楼門は、江戸時代初期から元禄時代にかけて、代々の広崎藩主が造営。寄進したもので、本殿、拝殿、奥門、楼門等が重要文化財に指定されている。 abcdefgh 岩木山の神社青森県神社庁ホームページ2004年12月30日時点のオリジナルよりアーカイブ abc 岩木山の神社の狛犬からいいかも広崎広崎ィプロモーションサイト広崎市2018年9月14日閲覧お山山系について岩い木山観光協会山で動く山が動く いわき山観光協会公式ウェブサイト。いわき山観光協会。2018年9月14日閲覧。ABCDE。いわき山の上社拝殿。ローモン広崎市公式サイト。ありがとうございます。